プライムたちに強化が入ったじゃないですか。ああどうせまだ環境が逆風とかそういうこと言うんだろ。まさかの大絶賛ですか。皆さんやっぱろう、ボトルの完全介護官と言われていたプライムですが、今回の強化によって、一概に介護官とは言えない性能を手にしましたと霊夢よ。おいっす、2発で90ダメージってまあまあでかい変化ってことか。和傘とかモップリンとかと同じ火力って結構高いなとマリサだぜ。さてというわけでプライムが強化されて、今尋常ではないほどスプラのモチベが爆増しています。ああはいはいなるほど、真剣に強くなろうとしてるから、だから弱い方捨ててプラコラにしてるのか。口づけならねえなそのセリフ、誤解されると困るんで言っておきますけど、私プライムが好きなのでプラコラもめちゃくちゃ好きですからね。どこかのプラコラアンチのせいで変なイメージついてますけど、普通に登場してくるのなんなんだよ。それに今私がプラコラ持ってるのには深い理由があるんですよ。どうせ水たまりみたいなもんだろ。そんな浅い理由じゃねえわ。何を隠そうもう一つのステージ候補が、あの凶悪な地獄ステージなのだから。昆布のことこうやって見えてるんだ。てなわけでラインマーカーが完全封殺されるので、だったら仕事のある吸盤の方がいいでしょう。ちなみに今までにやった仕事は何ですか。グラグラにひたすらボコられる仕事。働け。いつもラインマーカーがあるからその甘えが出てるわね。ラインマーカーが甘えって聞いたことないんよ。味方が吹くタイミングで交代したけど守れなかった。これが強化プライムの力です。全然関係なかったような気がするけど、味方が矢倉乗ってくれてるので私はこの隙に前へ行きましょう。上か、あ違うわ、味方がインフレール起動しただけだった。完全に使い時間違えたけど適当に投げちゃえ。第二関門突破まであともうちょいだが、グラグラ来てるから強引な突破はやめといた方がいいわね。そう、あと一発なんだけど。え待って回復されてる。あぶねえ、めちゃくちゃ焦ったわ。ヤグラは任せて大丈夫そう。前行こう。プライムといえば最前線での潜伏が強いって教わりましたから、多分参考にしない方がいいよ。味方をおとりみたいにしてしまった。スペシャルは溜まってるけどもうちょっと我慢した方がいいかな。やって向かってくるのかよ。一旦回復だけしまして、一気に飛び出し、むちゃくちゃ死にかけてるけど、おかげかヤグラはめちゃくちゃ進行中。そう、裏取ってきてたのか。ヤグラだけでももらっていくわよ。ナイスダマつっちょ。そもそもナイスダマ自体油で強いっていう。そうめっちゃガババババババエイム。あ、無理です。これもしかして油に飛んで無理やり進めたら勝てるのでは。相手の着地が見えてるな。偶然だけど避けられてラッキー。あ、敵って下じゃなくて上にいるのか。運動しよう。ウルショは撃ってくれてるけど、いや強すぎかよ。この波に乗らない手はない。ラスト関門でワイプアウト。じゃあみんな乗り込め乗り込め。最後に味方全員集合したところでノックアウト終了。いて、初動でグラグラにめっちゃしばかれたけど、その後はまあいい動きと言っていいでしょう。もっとクソ吸盤してくれてもよかったんですよ。一緒にすんな。それじゃあ2戦目行くわよ。ルールは変わってガチあさり、ステージはあまり大だな。録画ミスったー。というわけで録画ミスってなんで起こってしまうんでしょうかね。スプラの実況をしてください。おっとそうかそうか、あまりのあさりだったら絶対やってほしい初動をお見せしないと。絶対やってほしい初動ってなわけで、あの2箇所塗るのは確実にやってほしいですね。カットインつけるまでのことだったのか。マジで地味すぎて全く目立たないけど、あれやっておくとかなり助けになったりするんですわ。おまけに敵からはあの位置塗られてるのかどうかめっちゃ見づらいし、だから後で塗る手間もかからない。まさにやり得行為ですわ。そんな話中リッターにむちゃくちゃ狙われてんな。ちょっとこれ顔出したら恐ろしい目に遭わされる気がする。あ、恐ろしい目と言ってもこんな目になるわけではありません。マリサの8番出口実況、サブチャンネル見て公開中ですので、ぜひともそちらから見てみてください。マジあの面玉野郎一生許さねえ。さてそんなことはさておき、割とチャンスタイム来たんじゃないですか。お、アサリ持ってんじゃん。というわけでゴールに合意。決まったわ、伊賀敵がまだいるんじゃ。うわあぶね、気がつけてよかった。そう、視線まで来やがった。こうなったら恐ろしい目に合わせてやるわ。だからもうやめてくれその目。っていうか昨日と同じネタ使い回してんじゃねえよ。大丈夫、昨日サブチャンで更新された動画なんてほぼ知られてないから。今日サブチャンの宣伝会ですか。できればアサリももうちょい入れたいところなんだけど。あ、これ潜伏完全にバレてるわ。まあでも先手が取れたのはまあまあ大きいでしょう。あ、これやばい、ガチアサリ持って飛んできてんな。これギリギリ距離足りないんじゃない。よし、届いてないわね。そんでもって全力で迎撃迎撃。運力だがカウンターアサリが消費できたのはなかなかでかいな。よし、あとは使いができるまで様子見って感じでいこうかな。というわけでですね、ここからしばらく全然動きがありません。実況としてどうなんそれ。だいたい3分ぐらい動きがありません。もうほぼ全部じゃねえか。てなわけでちょっと久しぶりに雑談コーナーでもしようかなと。まあまず最初はさっきも話題になったサブちゃんの話かな。超激レアホラゲ実況やりましたからね。散々ホラゲやれって言ってきたんだから当然全員見に
行くよな。10万再生ぐらいはもちろん余裕で行くよな。アカシカも当然送ってくれるよな。編集者の憤りの声が。ちなみにアーカイブは一緒になって確認しました。完全にネタバレしてもらいながら、心の準備しながら一緒に見たので、想定してるよりは結構大丈夫でした。その日の夜一睡もできず体ぶっ壊しかける程度の軽傷で済みましたからね。めちゃくちゃ重傷。というわけでコラゲは本当に割に合わないと確信しました。動画が投稿できなくなる損失と健康の損失とメンタルの損失、それでいられるのがほんのちょっとの再生数とかマジで全く釣り合っていません。というわけなのでこの動画はそういう犠牲のもと成り立っているので、頑張った甲斐あったなーって私に思わせてくださいって逆に思ったんですよ。大枚はたいてまで見たいっていう人いるならやってもいいのではと。集金できそうならコラゲ配信やってみようかなと。集金とか言うなよ。見たいって言ってる人はもちろんさっきの損失が補えるぐらいアカスパ余裕なんだよね。当然見たいならこの動画のコメ欄にもアカスパでリクエストしてくれるんだよね。きっちりその誠意見せてくださいよ。何この悪徳業者。てなわけで話がそれまくってるけど、まあ雑談だからどうでもいいか。同じくサブチャンネルでお料理動画更新中ですので、こちらは非常に平和な動画ですので安心してご覧ください。てなわけで雑談1個目でした。そんでもって2つ目、これは雑談っていうかなんていうかってところなんですけど、ラインマーカーキルクリップ中の件ですね。復活後の第1弾投稿してからものすごい数の応募ありがとうございますって約束ごとをガチガチにしたおかげか、前回と比べて無法状態にはなっていませんね。まあ前回が適当にやってたのが要因だと思うけどな。普通に応募が成立していて非常に助かっています。ですが、ものすごく口が悪いんですが、募集要項を理解できない方が一定数いるのも事実なんですよね。応募方法の説明がわかりにくかったなら私の責任なので謝りますが、 X の DM で例外認めてほしいとか送ってくるのほんと勘弁してください。特にめちゃくちゃ多いのが、30秒録画で投稿したやつを採用してほしいという内容で、それは絶対に嫌なんですよね。逆走だからそれでもいい気がするけど、30秒録画ってそもそも画質が悪いんですけど、さらにそれを投稿されたやつを録画してとかにすると、こんな感じにマジで見るのが苦痛な映像になるんですよね。確かにこれは見ていたいとは思わんな。個人で見る分にはいいんですけど、一応たくさんの人に見せるものなので、画質は限りなくいいに越したことはないのでご理解お願いします。仮に画質が悪くてもいいって全人類が思ってたとしても、わざわざメモリーに残して、見どころ設定までして、そんな面倒な工程踏んでまで応募してくれた人がいるんですから、そういう人たちに対してどう考えても失礼ですからね。やっぱり募集要項に変更はなしでよろしくお願いします。というわけでようやく試合が動きそうなところまで来たので、ようやっと実況に戻りましょうか。言うて見どころっていうほどか？なるほど、爆破落ちが見どころってことか。全然違いますけどね。この隙に味方が言ってくれてるんで、これは最善にジャンプが最善。イン踏むのはいいけどゴム踏まないようにしろよ。捨てジャンだからさすがに大丈夫。ジェッパは効いてないっす。ギリギリギ角度が。これここで待機したらバレないのでは。よっしゃ、完全に気がついてない。あえてもう一人ぐらいこの位置で待機して倒せるのでは。この時霊夢の脳内に電流が走った。とある考えがよぎったのである。わたはちってどこ行ったんだろう。余計なことよぎらすな。いや冗談冗談。これカウンターあさりの中に潜伏したらバレないのでは。リッターはさっきの溝のところ警戒するだろうし。あ、これやばい。うおお、もう強引に正面勝負じゃ。これカウンターあさり拾ったから消えるまでの勝負だな。ラインマーカーを散々天空へ送り出してきたこの発射台、今こそリッターへの遮蔽として大活躍してもらおう。あさりが消えたら負けなのでガチあさりを全力回収。しかしそれを逃すわけにはいかないわ。ガチあさりはあるが延長時間を全部使い切って終了。てなわけで完璧に勝ちましたね。試合が動かなかった理由って一生ガチアサリ抱えてたからでは。そういえばずっと持ってたかも。ガチアサリって持ってればいいってわけでもないなってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。